こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、 Google マップのローカルガイドとして、活躍しているというね、自分で活躍するっていうのはまた恥ずかしいものがありますけども、私がね、普段どんな活動をして Google さんからどんなね、メッセージをいただいているのか、そして Google のローカルガイドとしてはどういうふうなね、効果を地域にもたらしているのか、ちょっと紹介したいと思います。画面切り替えていきますね。私が訪れたお店とかを Google マップに口コミとして紹介しているというのが主な活動なんですけども、こういうふうになってますよね。これね、寿司鶴瓶って書いてますけども、ここはね、割とね、有名なところではあるんですよ。で、こういうところも投稿させてもらいました。で、返信もいただいたんですよね、このお店の方から。で、私の写真の閲覧数が1週間で83万6千件いただいてます。だから週間で83万アクセス私は取っているってことなんですよ。で、口コミが先ほどの1件を足して今週は2件いただいているってことです。で、今までで131件の口コミの評価をいただいているってことですかね。で、今週なんですけども、このね、セルフ岡本というね、岡山の、これはね、笠岡ですかね、そこで営業されているお店の方に行ったんですけども、ちょっとこの日はね、やってなかったんですよ。やってなかったんで、せめてもと思って閉店中のお店を取りましたけども、今度ね、オープンしてる時に行ってみようかなと思います。こちらの、本当にね、名も知られてないスーパーといってはね、営業してる方に失礼かもしれませんけども、とてもじゃないですけども、全国店じゃないです。全国チェーンではないんですけども、こうやってね、営業を繰り返して、素晴らしいところだと思います。やっぱりこの苦しい中でね、個人商店だと思うんですけども、されてるのは、私こういうとこ好きなんですよね。閲覧回数がそれぞれ、タバコという左のが1329でしょ、真ん中のスーパーと、それから右側のスーパー、これ合わせて800回以上閲覧されているってことになります。さあ、それでですね、閲覧回数が3万回に達したのは、私のパソコンのメンテナンスを一切引き受けてくださっているコムショット福山パソコンショップさんですね。3万以上のアクセスを私のこの口コミによって、こちらの方にね、結びつけているということになります。商売繁盛で結構ですね。はい、次ですね、閲覧回数が2万回に達したのは、これもですね、ちょっとあまり知られてないでしょ、これ地域の方ぐらいしか分かんないと思いますけども、浜の母ちゃんというね、これは朝口、岡山県の朝口市にあるんですけども、市場に非常に近い商店になってます。お弁当とかね、おかず物とかが魚を中心にあるわけなんですけども、そして右側の方が浜重というんですかね、ちょっと名前の呼び方間違えたらすいません。こちらはですね、広島県福山市の大門町にあると思うんですけども、そうですね、大通りのど真ん中にあるってお店ではないんですが、ただやっぱり地域の方に支えられてこうやって続いてるところですよね。で、それぞれ2万回以上のアクセスあるでしょ。だから多分ね、この両方とも公式サイトとかは持たれてないと思いますし、とてもじゃないけどもメールマガジンとかの発行とか LINE アットでくくるみたいなことはしてないと思うんですよ。ただこうやって口コミが多くの露出をね、こう助長してですね、こちらの方にお手伝いできているのは私も光栄です。はい、で、最後はですね、インターナショナルスクール広島校をちょっと紹介したいと思います。これは以前フェスティバルスクールのですね、フェスティバルに私がお手伝いに行った時の写真なんですけども、こちらの方も1万回以上のアクセスが取れてますよね。こういう印象があったんで、私も今ね、インターナショナルスクールに我が子を通わせているところがありますけどもね。はい、このようにね、さまざま投稿が効果を出しているってことかもしれませんけどもね、これからも Google マップローカルガイド活動をしっかりと続けていきます。もうすぐ日本人でまだね、30人ぐらいしかいないと言われているレベル9に私も参加させてもらいます。もうちょっとですね、頑張っていきます。ありがとうございました。